皆さん、こんにちは。今回はマリーゴールドや裸の心などをはじめ、大人気シンガーソングライターのあいみょんさんについてまとめています。すでに知っている方が多いと思いますが、ディッシュに猫という楽曲も提供しました。マリーゴールドは YouTube で2億回も再生されております。そこで、あいみょんさんの生い立ちや恋愛、成り上がったエピソードなどをご紹介していきます。あいみょんさんの本名は森井あいみさんといい、1995年3月6日に兵庫県西宮市で生まれました。6人指定という大家族に2番目の次女として生まれました。幼少期は自分のお菓子は隠し、ジュースにも自分の名前を書いて取られないようにしていたようです。指定がたくさんいることもあって、食べ物に関してはいつも取り合い合戦が繰り広げられていたそうです。あいみょんさんのお姉さんは結婚を早くして子供ができ、妹さんも結婚していて、今は7人の甥っ子と姪っ子がいるようで、大大家族です。あいみょんさんの出身地の西宮市には、阪神甲子園球場や関西学院大学などがあり、治安も良さそうですよね。テレビやラジオ番組では、あいみょんさんが学生時代によく通っていた甲子園球場の隣にあるヘンゼルカフェが紹介されています。カフェのオーナーさんは個性的な女性の方で、壁紙がオードリー・ヘップバーンさんだらけのようで、それに影響されてあいみょんさんもオードリー・ヘップバーンさんになりたかった時期もあったそうです。おすすめのメニューはロコモコ丼と述べていたので、ファンの方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。またあいみょんさんはシンガーなので、歌だけではわかりませんでしたが、インタビューなどではバリバリの関西弁でお話しています。さらにあいみょんさんがアニョハセヨの略あいみょんの発音に近いことや、韓国料理屋のような名前で韓国人という噂がありますが、本名は分かっているため、それは単なる噂であると推測できます。しかしあいみょんさんの PV などを見ると、韓国芸能人のように長い手足でスタイル抜群ですよね。そんなあいみょんさんの生い立ちについても調べてみました。あいみょんさんはラジオ番組キス FM 神戸で尼崎の小学校に入学した2年後に西宮市に転校したと述べています。その後は西宮市立小松小学校を卒業しています。給食では1ヶ月に1回出る奇跡のメニューきなこパンが大好きだったようです。どんな小学生時代だったかというと、ビートたけしさんのコマネチを真似しながら走り回ったり、アニメボボボボボボボの絵を描いた紙を前の席の子の背中に貼ったりして怒られたこともあったそうです。あいみょんさんは小さい頃から絵が好きで、太陽の塔でおなじみの岡本太郎さんを崇拝しているようですが、絵に目覚めたきっかけは美術の授業で絵本作家の馬場昇さんの11匹の猫と豚の切り絵で西宮市の何かで飾られたことによって美術の楽しさを知ったようです。さらにあいみょんさんの一曲である今日の芸術は岡本太郎さんがきっかけで作られた曲です。さてあいみょんさんの出身中学は西宮市立学文中学校です。2007年4月から2010年3月まで通い卒業しました。中学生時代は陸上競技に熱中し、小さい頃から運動は大好きだったようです。あいみょんさんは走り幅跳びがやりたかったようですが、監督にハードルを勧められ3年間体中にあざを作りながらも練習を頑張っていました。学文中学校は陸上競技の強豪校なため、きっとハードな練習だったのでしょう。そしてあいみょんさんはそんな強豪校の副部長を任されるほどの実力を持ち、後輩を和ませたりまとめたり親しみやすい先輩だったといいます。あいみょんさんはリレーのメンバーであったかは不明ですが、在学中の2008年第35回全日本中学校陸上競技選手権大会 100m リレーで準優勝を果たしています。スポーツ女子だったあいみょんさんは歌手を夢見ていたが、貧困で叶えることができなかった祖母の影響と、コンサートなどで音の調整などを行う仕事 PA エンジニアである父親の影響を受け、音楽に興味を持ち始めて、中学生になった時には父親からエレキギターをもらいました。しかし実はアコースティックギターが欲しかったらしく、エレキギターは長続きせずすぐにやめてしまいました。そこで中学3年生の時に
音楽好きで仲良しだった英語教師がアメリカに帰国する際、ヤマハのアコースティックギターを譲り受け、ウキウキしながら帰宅したようです。そこから本格的にギターを独学で学び、父親の影響もあって、小沢健二さん、フリッパーズギターさん、浜田省吾さん、スピッツさんを聴いて、カバーしながら覚えていき、作詞作曲も始めていきました。ギターをくれた先生とは、いつか再会できるといいですね。中学生時代の友達とは今でも交流があり、楽しい学生時代を送っていたようですね。その後は2010年4月に兵庫県立西宮南高等学校へ入学し、2012年3月に中退しています。2012年4月に兵庫県内の高校に編入し、2013年3月に卒業しています。高校時代は部活に所属せず、人付き合いがあまり好きではなかったようで、人格が変わったとインタビューで述べていました。あいみょんさんは、友達ってどこまでが友達という疑問を抱くようになり、歩み寄ってくれた友達にも一歩引いてしまい、たくさんいた友達が数えるくらいに減っていったそうです。そこから話すことも減っていき、暗くなったことで兵庫県立西宮南高校を退学しました。しかし高校卒業資格は人生にも影響するため、別の高校に編入して卒業したのだといいます。編入してからは知人がいなくなり、学校生活はずっと一人で過ごしていました。あいみょんさんは高校時代について、一度一人になったことで一番大切な友達が誰かも分かり、すごくいい期間だったし、当たり前に周りに人がいると思ったらあかん、今は寂しい時ももちろん人なので喜怒哀楽を爆発させながら生きているな、と述べていました。あいみょんさんは繊細な歌詞やうまく気持ちを代弁してくれるような歌詞を作れる人で、知的なイメージがありますが、勉強が大事というのは分かっていたけど大嫌いで、授業に集中できず、ペンで遊んだり保健室登校したり、テスト当日に東京へ遊びに出かけたりしたこともあったようで、変人だったと話していました。当時のあいみょんさんは、将来はカメラマンやパン屋さん、保育士になることを考えていたようで、音楽をやっていけると思っていなかったといいます。あいみょんさんは EXILE のオーディションを受けていたことも判明しました。2011年に EXILE プレゼンツボーカルバトルオーディション3 for girls オーディションが開催されました。高校の同級生が一緒にやろうと勝手に応募されたのがきっかけで、3万人参加したオーディションで4次審査まで通過し、学校にも電話がかかってくるため早く落ちろと思っていたらしいです。このオーディションは12歳25歳までの女性が対象で、ボーカルとダンサーのオーディションでしたが、あいみょんさんは審査でスーパーフライさんの Eyes on Me を歌ったようなので、ボーカル志望だったみたいですね。あいみょんさんの作詞力は官能小説から影響を受けたことのようです。高校2年生だったあいみょんさんは、購入するのが恥ずかしく、雑誌の下に官能小説を隠して買っていたそうです。そこで官能小説の世界に熱中して、多彩な表現方法を参考にしていき、自分を試してみたくなり、オーディションなどを受けるようになっていったといいます。その中で友達の YouTube チャンネルで歌を披露した動画がエンターテイメント会社に見つかり、 SNS でてっぺん取れるよと声をかけられ、事務所に所属しプロデビューを果たしました。あいみょんさんは当時事務所を疑っていましたが、正式に所属するために50曲作るように条件を言われたことで、信頼しても大丈夫かなと思い、そこから数ヶ月かけて50曲以上の130曲の音源を作成しました。曲数だけでなく、曲の中身や歌詞、心理や恋愛模様にプロデューサーは、この子は天才だと感銘を受けたようです。あいみょんさんは音楽活動に専念するため大学進学を迷っていたようですが、大学は自己保身のしょうもない理由しかないから歌に進むと話し、大学には行っていません。大阪梅田などで路上弾き語りをして実力をつけ、20歳に上京を決めました。お金がなかったため、母親のお兄さんに朝に東京に着くようにトラックを運転してもらったそうです。出発する夜には家族みんなでトラックの前で写真を撮ったり、友達が見送りに来て思い出のアルバムを作成してもらい、トラックの中では父親からメールが来て
泣いちゃうやんとしばらく号泣していたようです。あいみょんさんは当時、車が故障して引き返すことになったらいいのになどと思ったようです。離れたことのない家族と離れるのはこんなに寂しいのかと葛藤があり、車窓から見た景色は真っ暗で漆黒の海に沈みに行くのかなと思ったそうです。そして上京後も路上で弾き語りをしますが、最初は全く人が集まらなかったようで、歌っている途中にカップルがキスしたりとムカつくこともあったり、東京での路上はきつかったといいます。しかしライブハウスでの活動時に同世代の女性ファンや女子高校生に応援されたおかげもあって支えられていました。事務所の意向で2年間実力をつけて、20歳にあなた解剖純愛歌から死ねでインディーズデビューを果たしました。歌詞が過激なためラジオでは NG となっていますが、オリコンインディーズチャートでは見事トップ10入りとなりました。さらに1年半後にドラマ吉祥寺だけが住みたい街ですかの主題歌、投身自殺をした女性を歌った曲、生きていたんだよなを提供しメジャーデビューを果たしました。この曲は音楽定額サービス SPOTIFYRE ノイズにも紹介されました。それからはマリーゴールドで NHK 紅白歌合戦に初出場し、人気アーティストの仲間入りとなりました。歌手になることが夢だった祖母がとても喜んでくれたと発言していました。現在はシンガーの他にカルチャー誌やファッション誌などにも登場し、その人気は拡大し続けています。あいみょんさんは恋愛の曲が多く、2019年の夏頃に週刊誌フラッシュでクリープハイプの尾崎世界観さんと恋仲であると報じられています。その1年後の2020年11月には半同棲状態であるとも報じられました。交際が始まってすぐコロナ禍になった影響もあり、2人で部屋にいる時間が長いためすでに事実婚となっているようです。入籍はしていないものの、仮に妊娠をすれば椎名林檎さんのような事実婚という形で出産する可能性もあります。20代後半のあいみょんさんですが、結婚願望はあるようで、 SNS には老いとめいに対して母性を見せる投稿もありました。2人が出会ったのは2018年の春で、尾崎さんが作詞作曲をしたしおりの作成にあいみょんさんが関わったことがきっかけだそうです。2人とも路上ミュージシャン出身でお酒が大好きだといいます。東京浅草に対して思い入れが強いなど共通点もたくさんあり、出会ってすぐ意気投合して交際に発展したようです。週刊誌に熱愛の写真を撮られたのはコラボから1年後の2019年の夏前でした。交際に発展した詳しい時期は分かりませんが、2019年夏の時点で自然と自宅に通っていたことから、交際はもっと前に始まっていた可能性が高いです。あいみょんさんは学生時代からそれなりに恋愛をしていたようです。過去のインタビューでは理想の男性は父親だと発言していました。父親は音楽関係の仕事をしており、音楽のセンスにも優れていることから、きっと音楽がわかる人でないと一緒になれないのかなと思います。現在の恋人は前述した通りクリープハイプの尾崎世界観さんですが、過去にはネット上で恋の噂がされた人が何人かいます。その中で有名なのはラッドウィンプスの野田洋次郎さんです。2人は過去にコラボもしており、とても仲良しでした。その時に野田洋次郎さんがインスタに投稿した2人の写真がカップルのようだと話題になりました。あいみょんさんが尾崎世界観さんとの熱愛写真が週刊誌に撮られるまで、本当に2人が付き合っていたらいいのにと期待していたファンも多かったようです。さらに俳優の菅田将暉さんとも噂になりましたが、これはあいみょんさんが以前から似ていると言われている小松菜奈さんが絡んでこじれて出てきた妄想に近い話です。一時期ネット上ではあいみょんの彼氏が逮捕というワードがありました。しかし実際はそのような事実はありません。なぜそのような噂が出たかというと、2019年に新宿のマンションにて起きたホストとお客さんのトラブルが発端のようでした。その内容はホストが交際していた女性に行為中刺されてしまうという痛ましい事件内容です。嫉妬に狂った女性が自分のものにしようとする危ない感情です。あいみょんさんの曲にあなた解剖純愛歌という曲がありますが、そんな怖い女性の心境を歌ったような歌詞となっています。そのため
この曲の歌詞と事件内容が似ていると話題になりました。その結果、曲と事件が関連付けられて謎のワードが広まってしまったのでしょう。いかがでしたか？表現方法や頭に残るようなメロディーを生み出せるあいみょんさんについてご紹介してきました。過去の背景を知ることで、さらにあいみょんさんの曲を楽しんで聴けそうですね。これからもあいみょんさんの活動に注目していきましょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。